はい、コツの趣味部屋へようこそ、ようこそ。はい、今回も、商品を紹介していきますが、今日はね、フィギュアではございません。はい、タイトルにもある通り、こちら、じゃん。はい、こちらはですね、バディファイトですね。新バディファイト。はい。こちらがね、めっちゃ安かったんですよ。はい。まあ、どこで買ったかっていうのは、ちょっと言えないんですが、一応ね、価格が、これ、ワンパックが300円なんですよね。はい。それが、なんとそのショップではね、50円だったっていうね。はい。まあ、税込み55円なんですけれども。はい。安いと思ってね。で、まあ、とりあえず何パックあるか聞いたら、まあ、1箱が、ワンボックスが10パック入りなんですよね。はい。でも、10パックなかったんですよ。はい。9パックだったんです。はい。一つ掛けだったんですよね。なので9パック買ってきました。はい。今日はそれをね、開封して皆さんと一緒に、開封してみていきたいと思います。いや、これ。はい。はい。早速ね、1パック。はい。一応ね、1パック7枚入りです。7枚入りで、1パックでガチレア以上確定ということでね、一応レアリティがこうです。超レア、ガチレア、超ガチレアで、スーパーレア、パラレルで、究極レア、パラレル90度。はい、こんな感じで全81種もありますね。はい、結構あります。まあ、もちろん狙いは最上レアですね。アルティメットなんてどこにも書いてない。究極レア。はい。こちらを狙ってね、いきたいと思います。はい。ではね、早速、1パック目。ジョン。はい。まあ、何枚目にレアがあるかはわからないですね。バディファイトは初めて開封するんでね。はい。1枚目は妖怪大戦争、ジョー。では2枚目、はい、妖怪の記憶、ジョー。はい、よっ、あ、これ嫌ってる。小さいザコザ、花子さんと子猫娘、はい、レア。あ、これ普通のレアなんだ。はい、猫娘がちっちゃくなってるね。はい、で4枚目、あ、来たろ、レモンちゃんちゃんこ。あ、でもレアだ、あれ、レアです。はい、では5枚目、いきますと、あ、これは呪いのたまり場、ガチレア。まあ、ガチレアは絶対入ってんだけどな。そんな驚くことでもない。で、最後、はい、ネズミ男のスマートフォン、ジョーっていう感じ、あ、まだった。はい、激高するビクター・フランケンシュタイン、はい、ジョー。はい、っていう感じですね。うん、なるほど。まあ、だいたい4枚目ぐらいに最上レアが入ってる感じかな。はい、では続いて2パック目いきます。はい、鬼の力、ジョー。はい、はい、嫁の迎え入れ、アクソンボ。はい、ジョー。
幽霊電車。あ、この回ね、意外に怖かったね、これはね。うん。まあ、アニメ見てたんですけどね。はい。レア。はい、次。はい。いたずら好きの妖怪、カワウソ。はい。レアですね。次ですね。次がガチレアか、それ以上の可能性があるってことだね。はい。いきます。せーの。これは、あ、これは、あ、超ガチレア来たよ。恩返しのため、ゲゲゲの鬼太郎。お、金の箱押しですよ。超ガチレア。おお、輝き方が違うね。かっこいいわ。はい、よし。あとは多分普通の蝶ですね、はい、妖怪大裁判。はい、体内電気。はい、という以上ですね。はい、いやー、これはいいですね。超ガチレア、超ガチレア。でも上から3番目なんだよね、はい、でも 6種類しかないから、うん、どうなんだろう。では3パック目、はい、戦慄土産入道。あれ、この時点でレア早くない？謎の存在7種。ちょっとこれ期待できるんじゃない？いきなりもうレアだよ。2枚目から。はい、最強の妖怪吸気っていうことは、これ3枚目ちょっと期待できんちゃう。これいくよ、せーの。あれ、完成した器、蝶。あれ、蝶でもキラキラしてるね。これあれかな、これよくわかんないんだよな、カード、うん、これは何なんだ。蝶なのにキラキラしてる。ではドン。あ、これはガチレアだよね。妖怪狩りイスルギーレイ、うん、はい、まあ、あとはチョウだよね、はい、リモコンゲタ。クールな振る舞い猫娘、うん、普通だな。はい、これは何なんだろうね、うん、はい、はい、4パック目。はい、薬運のすねこすり。はい、あれ、これ何、タイトルか、タイトル、ゲゲゲの鬼太郎。これは何タイトルやん、ただな。え、こんなんもあるんだね。はい。うん、ネズミ男だ。人間と妖怪のハーフ、ネズミ男。うん。これは、恋愛白書、雪女、雪。さあ、次です。次が何か、いきます、せーの。あ、目玉の親父、鬼太郎の父、目玉の親父、ガチレア。はい、で、これは指鉄砲。はい、七種の陰謀という感じですね。はい、では5パック目。はい、優しい心のり壁。あ、ここでまた
2枚目でまたレア来たよ。レア来た。お調子者一旦もめ。これはまたちょっとなんかあるんじゃないの。ブリガドーン計画。はい、次だな。いきます、せーの。強力魔法はアニエス&ゲゲゲの鬼太郎。でもこれもジョーなんだよな。でもキラキラしてる。で多分次がガチレアか。はい、あ、そうだね。魔女アニエス、ガチレア。はい、バックベアード軍団ボルフガング。はい、若きカラス天狗小次郎。はい、うん、なるほどね。はい、では6パック目。はい、アルカナの指輪。石碑倒しの恨み、ガジャドクロ。はい、千年ぶりの姿、バックベアード。妖怪のいたずら。はい、次です。ガチレア以上来い。いきます、せーの。いったー、ガチレアか。リラックスタイム。ほぼ猫娘。はい、完成した器。トリックオアトリート、カミーラ。はい、はい、では、7パック目。はい、吸血鬼エリート。はい、あれ、強力魔法アニエス&ゲゲゲのキタロ。これのさっきはこれのキラキラだったんだな。これがこうだ。こういうのってなんて言うんだっけね。パラレル？うん、パラレル。はい。で次。はい。鬼太郎の家。はい。はい。死体食い。はい、次ですね。来いよー、ガチレア以上来い。ったら来ない。守られる存在、ガチレア。まあでも猫娘、子猫娘だね。はい、リモコンゲって出てたのさっきの。はい、これも出た。8パック目です。はい、これも出たな。鬼の力。はい、これも出た。そろそろかぶり出したな。はい、ああこれもかぶった。あ、これもかぶった。はい、じゃあ次です。ガチレア以上頼む。怖い。あ、切ったんじゃないこれ。超ガチレア来た。偶然力の持ち主、エヌヤマンマヤナ。はい、おー来たね、超ガチレア。うん、はい、で指で棒に七次の陰謀と。はい、はい、ついにラストです。ラスト究極レア来ねえかな。はい、これも出たな。出たね。
あ、小泣じじい初酒好き小泣じじい。生まれ落ちた闇七子虚無。はい、ついに行きました。ラストガチレア以上来い。せーの、あー、ガチレアだった。はい、アニエスの姉アデル。あー、来なかったな。はい、持ってる。はい、という感じでしたね。いや、うん、超ガチレアが2枚。鬼太郎とマナ、どうなんだろうな。この2枚、当たりか外れかも分かんないし、まあ、そもそもね50円で投げ売りされてたってことは、このバディファイトの中でもこの鬼太郎のシリーズは人気なかったのかな。うん、究極レアパラレル星なんだ、どうなんだろうね。はい、という感じで、今回はね、ちょっとカード開封。はい、いやカードもね好きなんでね、まあいろいろと作品によっては購入してますんで、その都度ね開封していきますんで、ぜひこの機会にね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということでね、はい、今日はこの辺でお別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。